ただいま。帰り。ああ、ひろちゃん。ん？今日は面白かったよ。何よまた。いや、今日久しぶりにね、うん、田中さんも私も坂本さんもね、うん、結構ママさんバレーメンバーがもう結構みんな集まったもん。うん、休みは一人二人だったかな。うん、で、みんなで集まってもうペチャペチャ喋りよったったい、練習終わってから。うん、いつも通り。うん、で、TikTok は私たちも始めようって言ってね。ほほほ。TikTok は撮ろうかっていう話になってね。そっから TikTok は撮る流れになったったい。で、三脚はね、坂本さんがもう持っとらしたもん、もう撮る。すごいな。撮ろうと思って人らしとった、最初から。ほんで、セットしてからね。なんか流行ったでしょ。チュー、可愛くてごめん、みたいなあるぞ。やるよ。それは、もう、ママさんバレーのおばちゃんみんな、一列並んでからだ。一人ずつ、チュー、かわいくてごめん。うわー、チュー、かわいくてごめんって、こう、十人ばっかだーって。うわー。でやってから。見てられへんわ。あ？見てられへんわ、おばちゃんのそれ。面白かった。でね、全員で撮って、あー、よかずが撮れたわーいって言ってね、うん、坂本さんが、その、撮り寄るカメラのところに行ったらた、うん、もう、録画ボタンも押しとらんけんた。あ、してんねん。一生懸命踊った後に、全然取れとらんわけだ。うん。そしたら坂本さんが、チュッ、取れなくてごめんって。やっぱ坂本さん、頭の回転の早か。もうしょうもない。爆笑。でも、私たちには向いとらんって言ってから、結局もう取ってもないし、アップもしてない。何やって。何それ。ああ、面白かった、やっぱりもう。坂本さんが俺だけで空気が変わるもんね。面白いな。よろしくねー。